ことにどうもそうじゃないそうですということで、雪がね降ったじゃないですか。雪がね真っ白なね、雪が真っ白じゃない、雪ないけどね、真っ白な雪が降ったと思うんですけど、雪が降った時に僕がすることといえば、まずその雪の写真を撮って、その撮った写真を推しメンの乃木目で送るっていうことですね。オタクすぎるんだろお前、オタクすぎるわ、いい迷惑だ。そして雪が降ってめちゃめちゃ寒い今日この頃ですけれども、今回はですね全然関係ない、お前何を冒頭に変などうでもいい話してんだっていうね感じですけど、今回はですね6期生オーディションの開催を記念して、とんでもない動画がねとんでもない動画が公開された件についてちょっと話していきたいなと思います。何かというとですね、こちらですね、6期生募集記念5期生最終オーディション映像を初公開ということで、乃木坂46、6期生オーディションの開催を記念して、5期生最終オーディションでの自己紹介の映像を一部初公開いたします。5期生メンバー11名、それぞれの最終オーディションの様子と、その後の乃木坂46としての活躍が見れる動画を、本日は昨日ですね、2月5日より11日間連続で、オーディション公式 X やインスタグラムなどからお届けいたします。あとは乃木坂配信中のショート動画で公開されてたっていう感じですけど、本日は1本目としてイオキマオの動画を公開いたしました。昨日2月5日はイオキマオの動画をね公開いたしました。明日からもお楽しみに。これがもうとんでもない動画ですよねこれとんでもないですよっていうね。昨日2月5日から5期生11人の最終オーディションの様子と、その後の乃木坂46としての活躍が見れる動画っていうのが、1日ずつ1人ずつね11日間にわたって公開されていきますよっていう、この動画ね、まず昨日イオキちゃんだった、まあイオキちゃんってことは多分、50音順にね、あいうよう順で公開されていくのかなと思うんですけど、そのイオキちゃんのね動画昨日公開されまして、その動画がめちゃめちゃいいんですよね。まあショート動画なんで、乃木坂配信中で言うとねショート動画なんで、まあ結構短めな動画ではあるんですけど、まあほんとさっきも書いてあった通り、まず一番最初にねその最終オーディションのイオキちゃんのね最終オーディションの自己紹介の一部が公開されて、まあこれねもしかしたらちょっとどっかで出たりしたことあるかもしれないけど、まあ、初公開のね映像もあるのかなと思うんですけど、そのイオキちゃんの最終オーディションでの自己紹介の様子が流れて、そっから乃木坂46に入って活躍してますよっていう映像がね、まあ、イオキちゃんの場合は5期生曲の MV でのイオキちゃんのカットがねもうブワー流れていくみたいな、で裸足でサマーバックでね裸足でサマーが BGM でみたいな感じでブワーっとその活躍っていうのがね流れていく、5期生曲の MV でのイオキちゃんのカットが流れていくみたいな感じの動画だったんですけど、これ何がいいかっていうと、まあもちろんね6期生応募しようと思ってる人とかね迷ってる人に対してももうめちゃめちゃいい動画じゃないですか。だしもう単純にこうファンからしてもすごい嬉しいですよね、その最終オーディションの5期生の最終オーディションの初公開のね映像がまず見れるっていうところと、またその後にその乃木坂46に加入して活躍してる映像が流れるっていう、この短い動画の中で乃木坂に入る前の初々しい5期生の姿から今こんなにね2年間でこんなに成長しましたよっていうのが短い動画で見れる、1本の動画で見れるっていうのがめちゃくちゃ素晴らしいですよね。もう5期生推しからしたら本当にたまらない、シンプルに6期生に向けてというか未来の6期生に向けても応募しようと思ってる人に向けてもそうだし、ファンに対しても素晴らしい動画となってるんじゃないかなと思って、昨日の1人目のねイオキちゃんのその動画を見た時もさすがにうまいよ切れたよねさすがにうまいよ聞いてやっちゃったよね。言っちゃえばその6期生オーディション告知映像のね CM 井上凪編と山下美月編っていうのね2本上がってたと思うんですけど、まあ、なんかそれの5期生版みたいな、まあ凪5期生ですけど、それのなんかちょっと短めな5期生版6期生オーディションの告知映像の5期生版みたいなところもあると思うのでめちゃめちゃいいなと思うし、まあ、今回のね6期生オーディションのキャッチフレーズっていうのが世界はほんの一歩で変わるですけど、まさにそれを体現したかのような映像になってたので、まあ、昨日のゆうきちゃんの映像ね、まあ、でも今後公開されていく残りの5期生の映像も多分そんな感じでなる、同じような形の動画になると思うので、まさにね世界はほんの一歩で変わるっていうのを体現したような動画になってたんじゃないかなと思う。ほんととんでもないね動画ですよこれは。めちゃめちゃ良かったね。まだぜひね昨日の1本目の1人目のイオキちゃんの動画見てない人はね見てもらいたいなと思うし、まあ、今後ね、まあ、今日で言ったらテレパンになるのかなと思うんですけど、テレパンがの動画がね公開されるのかなと思うんですけど、この11日間、まあ、残り10日間楽しみにね僕
は見たいと思うし、皆さんもね一日たりとも見逃さずにね、まあ別に後からでも見れると思うけど一日たりとも見逃さずに見ていただけたらなと思います。まあこういうなんか6期生オーディション開催を記念してさ、5期生のこういろんな動画っていうのが出てくるっていうのはもう単純に嬉しいなと思います。ありがとうございます。ということで今回はこれで終わりたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画少しでもいいなと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。 Twitter と Instagram もやっておりますので概要欄からフォローしていただけると幸いです。バイバイ。